こんにちは。今日はおでんを作っていきます。食材紹介です。はんぺん、フランクフルト、イワシのつみれ、厚揚げ豆腐、大根、イワシのはんぺん、ちくわぶ、オクラ、ヤングコーン、銀杏、トマト、うずらの卵、さつま揚げ、揚げ豆腐、こんにゃく、しいたけ。それでは作っていきましょう。いただきます。ウインナー、はい、ウインナー。はんぺんってあのふわふわするやつ。そうだよ。こんにゃく、ちくわ、揚げ豆腐。からしは？大根あったんだ。あとはイワシ半分。はい、ありがとうございます。何が一番おいしい？ちくわぶ。ちくわぶ、こんにゃくと揚げ豆腐。おいしい、全部。うん、サラダこれ超おいしい。かわいい。おかわり。はいよ。トマト美味しい。甘い。甘い。ふわふわはんぺん。美味しそう。え、めっちゃ美味しそう。あ、はんぺんこうじゃなくて。大根。あとこんにゃく。こんにゃく入れちゃったの、ヒロ。すごいじゃん、こうちゃん。ね、あと豆腐1個しかないけど、豆腐1個食べていい？これと、これと、これ。ポテトサラダを巻いて食べるとサラダ美味しい。美味しい。うん、マジで美味しい、これ。マジで。サラダも美味しいし。いただきます。なんか20個ぐらい。たまるよ。おかわり。おかわり。あとちょっとでいいです。これサラダでも一緒に作った。修学旅行楽しみすぎて、前日の夜に寝れなくて、月出して休みにしてた。うん、4月の時、どんな感じだね、コロナでね。うん、中止になったんだよ、確か。え、修学校の修学旅行どこだった？奈良。すごっ。大阪。え、ユニバ。え、超面白い。ユニバ面白い。本当に？あん、新幹線で。うーん、なんでさ、小学校と中学校違うの？でも普通だよ、それが多分。なんか他の小学校も金閣寺とか行ってことあるし、行ってるらしい。食べました、これ、からし。どっちが辛い？普通のやつ食べてる。和風練りがらしの方がすごい辛い。なんか色が違うよ、よく見たら。こっちの方がマスタードっぽい。ああ。あるね、あるありますよ。ごちそうさまでした。これ鍋も入ってるの？そうだよ。これ、うん、あんま食べれないよ。それわかる。ごちそうさまでした。本当に言ってんの？本当になくなったよ。あ、うずら、私食べようと思ったの。食べる？もういい、お腹いっぱい。
ごちそうさまでした。